札幌市内のコンビニでは明日から4日間マイナンバーカードを使って住民票の写しなどを発行するシステムが停止されます。マイナンバーカードを使いコンビニで住民票の写しなどを発行するシステムをめぐっては別の人の証明書が発行されるトラブルが全国で相次いでいて、国はシステムを開発した企業に点検を行うよう求めています。これにより札幌市内のコンビニでは明日から28日までの4日間住民票の写しや印鑑登録証明書などが発行できなくなります。また室蘭市、登別市、伊達市でも来月4日までシステムが停止されます。釧路市も今後停止される予定です。